あまりサッカーにしてもねっていうのも正直あったんですよ。だから自分がサッカーやってきて、やっぱり音楽をやったりライブをやったりするのって、ね、ちょっと似てるとこあるんですよ。うん、なんかお客さんがいて、なんていうかな、チームプレーで何か構築してって、結構僕は共通点を感じるんですよね。今回は曲はもともとあったんですけど、そのスピード感、選手たちが走ってそのスピード感とかもすごい合ってるなと思って、その曲にしましたね。そうそう、市川しかサッカーやってる時、なんか僕はあんま上手じゃなかったから、とりあえず蹴るみたいな、入るじゃねえかみたいな、市川橋が入ってくれみたいな感覚がいつもあって、遠くからでもとりあえずシュートみたいな、おめえパスつないでいけよみたいな、でもシュートみたいな、だそんなのもあって、そんなフレーズが出てきたのかもしれないですね。市川橋か、まあ人生そんなもんじゃないですかね。Ha ha ha!